おはようございます。おはようございます。カイト君です。カイトです。宮下です。カイト君の、激アツレッスンシリーズ、今日からいろんなことを学んでいきたいと思ってるんですけど、はい、僕は最近あるそのよくあるレッスンの言葉であるこれって何なのっていうことで気になることを、はい、カイト君に教えてもらって、はい、自分の糧にしたい、はい、今日のテーマ、はい、体が突っ込んでなんかこうこうやって当てちゃうやつ、はい、こうやって当てちゃうやつ、はい、これ僕だなって思ったんで、はい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 、体が突っ込むを直したい、はい、どういうやり方がありますか。イエーイ、イエーイ、はい、わかります。うん、なんとなく、はい、はい、なんですけど、はいはいはい、体が突っ込む、体が突っ込むシリーズですね。体が突っ込むシリーズ、はい、わかりました。じゃあ考えていきましょう。多分そうなってるはずなんですよ。僕なってない。なってないっす。なってない。あれ？ちょっと言いましょう。いい球。全然突っ込んでないじゃないですか。はい。検証できないっすよ。突っ込んで。突っ込んでない。すいません。ちゃんと振りたかった。このクラブがいいクラブ。多分イメージとしては、はいはいはい、こうやって当てよう当てようになってこういう感じね。はいはいはい。なんで。こういう感じになってくると、はい、でこうここにボンぶつかって、はい、こんな感じで、はいはいはい、当てちゃう、はいはい、まあラウンド中なりがちですよね。ラウンド中によくなる、ラウンド中なりがち、はいはいはい、そんなのもう簡単ですよ。簡単です。何が原因かって言われたら、練習場ってノンプレッシャーじゃないですか、はい、気持ちよく出て当たり前なんですよ、うん、そうね、うん、でコース行ったら右 OB とか左は林とかなった時に、例えばじゃあ宮下さんが右 OB しました、そう右 OB した、右 OB したスライスしました、右 OB しました、次のホールのティーガランドできます、また右 OB です、あーそういえばさっき右 OB したんだよなってなります、うん、よし今度は絶対左に打とう、左に打とうっつって左に向きます、うんうん、どんどん左に向いていきます、うん、それでどんどんこう突っ込むからカットに入っていきます、はい、それです。余計右に行きます。それです。それはい、それですよね、はい、それはもうまずは1個はもちろん技術的なこともあるんですけど、もう1個はあとはメンタルですよね、うん、やっぱり左を向けば左に行くっていう勘違いをしてる方が多いんですよ、はい、じゃあこのマットで整えましょう、はい、このマットでまっすぐ打つ人はこっからだったら、あちょうどバスのちょい右ぐらい、うん、あそこのバスのちょい右ぐらいに打つ人はこうバーンとフェードしました、したらやばいなってコース来てもっと左向きました、だけどコースはあっちになります、うん、コースは左、自分は左に向いたけどコースはあっちになります、はい、左側ミスしてもいいですなった時にこっちからどんどん外が入ってきた、それでチーピンするしたりとかフェーザーかぶって、なんで外から入るんですかその、こうやって構えるものをこっち向くじゃないですか、うん、単純にこうなるんです、こうなる、だけど自分はこっちに打ちたいじゃない、うん、右の OB に行きたくないけど、はい、コースに打ちたい、はい、だけど左向いて左に打ちたいってなった時にクラブがこう交差してくるんです、わかります、 これが打ちたいラインで、だけど左向いてるからこのラインで入ってくるんですよ。あ、結局クラブはこっちに入るんですか。そうです。アウトから入ってくるんですよ。はいはいはい。こっち狙わなくてこっち狙えばいいのに、こっち狙ってるから悪いってこと。そうこっち狙えばいいのに、うん、こっちを狙ってこっちから入ってんだったらいいじゃないですか。全然いいんですよ。いい、そのまま。だけどこっち打ちたいけどこっち狙向いてるのにこっち狙ってる。なるほど。体を開いてるのにターゲットが違うところは。そうです。ターゲットが違いすぎるから、うん、余計スライスしたりとか。CP したりとかして結果振りづらいから突っ込むんですよ。あだって普段ノンプレッシャー打てる時って突っ込まないじゃない。はあ。振りづらいとか視覚的に気持ち悪いってなった時にもうちょっとあっち打ちたい、あっちしたいってなった時に体が詰まってくるから突っ込むっていう動きになってくるんですよね。なるほどな。フェードヒッターが右に出ました。あ、やばいです、気持ち悪いです、うん、そうなった時にさっき言った左向いてこれが始まるんですよ。そうなってくると左引っ掛けとか遅れてきて、遅れてきて左まっすぐそう、うんうん、とかが出てきちゃうんです
で、はい、どうしましょう、それ。それはまず絶対フェードを狙うんだったら、まずもちろん基本狙いよりはこれが狙いの棒だとしたら、はい、足元は基本的にやや左を狙いましょう、はい、やや左を狙いましょう。それでフェードを打つんだから、はい、左に出して右に戻していいんですよ。まっすぐ球を打とうなんて考えない方がいいです。まあ、球ってバックスピンをしながら飛んでるんで、まっすぐ行くことなんて、まあ、そうそうないです、うん、基本的にどっちかから曲がってフェアウェイに置くっていうイメージを常に持ってください、うん、なので自分はどっちミスは許す、どっちのミスは許さないっていうのをまず決めます。なるほど。だからそれに乗っ取ったスタンスを作りましょう。でじゃあ左ミスをやめましょう、左ミスをやめましょうだったら、左向いてまずクラブ開いちゃうじゃないですか、極論。そう、それで左に振り抜けば右行くんだ。左に振り抜く、だから開いて左に打つ、開いて左に振り抜けば絶対左行かないんですよ。あと開いてるんだからクラブは。で左振り抜くともこう擦ってる球なんで右に行くんですよ。左球が出球が左に行っても右に行く、絶対に。そういう風な考え方を持てると、一発右ミスした時にあんま気持ち悪いからめっちゃ左向いてめっちゃクラブ開いて打っちゃおう、バーンって打てるんです。僕じゃあそれやりたいです、はい、左に向かって開いて左に振るっていうのをやりたいっす。さっき右出たな、じゃあ再現しますよ、はい、突っ込むよねそれで遅れていって、遅れていって左出ちゃった、左出ました。でそしたらもう同じ方向を向いてフェース開いてください、はい、単純にもうこれは小手先ゴルフかもしれないけど賛否両論かもしれないですよ、はい、いいんですよそれで。もっともっと開いてください、フェース。こうやって開いちゃっていいんですよ、うん、そうです、うん、いいですよ、いいですよ、うん、それで思いっきり左に振り抜いてください。あの左のバスでいいか、はい、左のバスで思いっきり振り抜いてください、左に、うん、いいじゃないですか、絶対に、すごい、絶対右行くじゃないですか、うん、そういうことをやればいいんです。左に振り、開いて左に振り抜く、そうです。確かにさっきの球出たね、さっきの球出た、うん、突っ込んでんなと、突っ込んでんなの理由はターゲットが違うんだ、ターゲットは違う、でもそれを直せるかどうかはまた別だから、自分もテンパってるから、はい、左向いて、はい、ターゲット左にしてこうすればもう一回フェース開いて、もうガッて開いて左にバーンって振っちゃえばいい。でも思ったより左に曲がっていかないね。そう、左曲がった。だから出玉が左になればいいんですよ、とりあえず、うん、だってピューンって右返ってくるんで、ドスライスでもない、はい、絶対右出るんで、おー絶対右出る、はい、左思いっきり左向いても、うん、すごい、そんな右に出る、大怪我しないです。だって元々あそこにやりたかったから、はい、こっち向けといて、そうそうそう、あそこ行って曲がるくらいならそうそうそう、これは100ギリゴルファーを救うかもしれない、はい、ただ一個は勝手なね、こっちの視点から言うと、こう向いていてあそこに打とうと思って こっち向くじゃないですか、はい、でこうするじゃないですか、どうやって当たるんだろうっていう謎な気持ちになったんですけど、はい、慣れがすぐ、こうやってこうやって当たるものが、うん、開いてる分こうやって当たってくるだけです、うん、こうやってまっすぐ抜けてくるだけ、うん、普段はこうやって構えてるのかもしれないですけど、フェース開くだけで、うん、こう当たってくるのがこう球が抜けてくるじゃないですか、うん、だから絶対的に右回転になるわけです、球は、うん、なります、なります、ね、それはなります、そうです、うん、だからそれを言ってるだけです。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。体が突っ込むのをどうしようっていう話なんですけども、これ基本自分の思い込みが一番強いんじゃない、一番強いで、狙っているところとスタンスの関係性が分かるまではだいぶ時間かかるから、どうせだったらもう絶対に右に行くっていう球を打ったら安心するんじゃないのかっていう、百切りできない僕みたいなゴルファー向けのアドバイスをしていただきました。ヒロさん、田中さん、見てますか、見てますか、これですよ、これで僕は超ドスライスを発生させても気にしないっていう人になれると思います。いや、間違ってるかもしれないですけどね、この考え方は。いや、助かる、助かるっすか、テンパリを減らそうっていう、はい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 、いや、いいと思う、これは、うん、なら良かったです、うん、無理よ、そんな簡単に100切れないから、うん、私なんかもう、まあ、こういうこと言っていいのか分かんないですけど、この YouTube とかも見た時に、なんか、それ100切りの人できないっしょ、みたいな、正解じゃんっていう、そうことを言ってるのが多いから、だったらもうもっと分かりやすく、うん、
なんかテンパる自分と向き合おうみたいな、なんかね、テンパりがちな人だから。もうまあ少しでも参考になってくれたらいいなと思っております。はい、でコメント欄が邪道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 。ふざけんな。そんなのそんなのちげえよ。ふざけんなふざけんな。そりゃそうなんです。なんなんだよこいつとか言って言われるんですよね。テンパり解消。はい。どんどん言ってください。それはそれでね。はい。またやればいいもん。はい。じゃあ皆さん思ったことをコメントに書いて。どんどん書いてください。はい。めげないんで僕は。はい。ありがとうございました。